皆さんおはようございます、そしてこんにちは、こんばんは。スーパースターアンディ南野です。昨日所沢のタイさんのあの動画上げてんけど、タイ福保博美かブレイキングなドタキャンするっていう件上げたんやけど、それについてほんまにドタキャンすんのって、疑問に思ってる視聴者さんも多いと思うんだけど、であと結構問い合わせも来ました。で実際にいろんな問い合わせがなんだかんだあったんで、ちょっともう一度詳しく一歩踏み込んだ説明をします。で、まあ情報元に迷惑かかるかもしれんからっていうのを踏まえながら、説明やります。あんま言われへんけど、ほんまのめっちゃ根元の話は言われへんけど、その情報元の人間はどこまで言おうかな、久保博美がブレイキングダウンないよドタキャンするっていう話、まあ、誰から聞いたかというと、今久保博美の、まあ、マネージャーみたいな、カメラマンみたいな、まあ、してる人間がおるんやけど、その人間から、まあ、とある、人がはっきりとドタキャンするという内容のことを本人から久保博美本人からマネージャーみたいな人が聞いて、俺の知り合いに、そのマネージャー兼カメラマンみたいな人が俺のある知り合いに言ったと。うちの久保がこう言ってますと。でなんでなんていう理由は、まあ、この前も言うた、昨日も言った3戦線無敗のブランディングを守るためと。だから出ない、本戦には出ないと、メッキが剥がれるから。だからまあこのドタキャン情報は噂ではなくて、まあ久保博美、所沢のタイソンの側近の口から発せられてる確かな情報やね。まあ、そんな話ほんまかいなと。所沢タイソン、久保博美は各社から30社ほどスポンサー集めてんでとか、その上でドタキャンねんってすんのと思ってる視聴者もおるやろうけど、俺はもうこういう情報はガセネタとかも絶対言わへんから、そういう嘘は絶対つけへんからな俺は。でまあこれ見てる視聴者も久保博美がブレイキングダウンないんよ、ドタキャンさせんように、もっともっと声を上げてほしい、ブレイキングダウン あのオーディションにも出てやで、対戦相手も決まって、でスポンサーも30社集めて、でここまで大ごとにしといてブレイキングダウンないよ、ドタキャンするのは絶対なかん。でみんな彼のあいつの最近の YouTube とか見た、奥の氏の倒し方とか、ブレイキングダウンルール、ブレイキングダウンのルールなんか無視して戦うぞとか、奥の氏の喉にナイフ刺してとどめ刺すとか、殺人未遂上等やとか、奥の氏がもし五十肩とか体調不良でドタキャンしたら、エドポロキングとでも誰とでもやったるわとか、めちゃくちゃ強気で偉そうに言うてるけど、あいつはエドポロキングとやると思う？やるわけないやん、視聴者もそう思うやろ。であんなやつがエドポロキングの相手なんかできるわけないし、まあ、1000% 勝てるわけないから。だからそんな強気で偉そうなことたくさん言えるのも、本戦をドタキャンするし、
そもそも台本があるからあんな偉そうに大口叩けんねん、あいつは。おい久保博美、お前ほんまに8月26日土手に合わせんと、お前試合会場行けよちゃんと。お前これでほんま土手にあんなんかしたらめちゃくちゃやろ。おい久保博美、お前の試合を見るためにペーパービューを買ってる人間もおるんやから、これでほんまのドタキャンなんかしたら詐欺やん。どれだけの人間がお前の戦いを楽しみにしてると思ってんねん。で、あのスポンサー30社になんて説明すんねん、どない説明すんねん。お前そんな人間たちの気持ちをほんまに裏切んのか。どこまで世間に嫌われたんやねん。嫌われてんねん。そんなに嫌われたんやんか。あのほんまにドタキャンっていうのはほんまに冗談なしで許されることじゃないし、ネタでも済まされへんぞ久保博美。俺もお前と奥の城戦いを楽しみにしとんじゃ。でその試合でお前がほんまに強かったら俺も戦いたいからな。お前がもし奥の死に負けたらもうお前とは戦いたいなんて1ミリも思えへん。そんなやつと戦いたないからな。とにかく久保博美、8月26はドタキャン戦と試合会場行ってきっちり奥の死と戦い、もうあのハッタリ伝説に終止符打て。いつまでそんな言い方すんねん。お前が喧嘩に自信あるんやったらブレイキングダウンに出てその強さを証明して世間に見せつけたってええやんけ。で嘘とハッタリと窃盗で生きてきた人生を塗り替えやろ。以上。